これです。お、ヘビ、毒蛇耶、欸、这是毒蛇，毒ヘビ。Yeah。ファイト。哦。四。哦。OK。喷泉章鱼烧。このエリアは、国の天然記念物国立公園になっているエリアです、はい、でその、貴重なマングローブを見にということで多くの人たちが、はい同じようにカヤックに乗ってくるので、はい、右側通行で行きましょうというルールになっています。なるほど。そして水面でもこういう交通ルールがあるんですね。はい、はい、では早速よろしくお願いします、はい、やっていきましょう。よろしくお願いします。はい、出発、はい、OKところ行ってみますか。はい、行きます。うわーすごい、すごい。今ここいい感じでしょ。之后呢，这里真的超棒的。一进去之后呢，有看到很多很多 Django， 里面呢就可以上了一堂课，就是了解哦，这个树叫什么啊？这个树叫什么？它为什么长得什么样子呢？教练都会告诉我很多的小细节。但是呢，如果你想要来这边的话呢，你提前一定要预约，因为呢，这边的水呢退潮的时候是完全没有办法滑过去的。所以呢，要来之前你一定要先打电话，这样才不会浪费到你的时间，好吗？那接下来呢，我们要去山上走一走喽。好，现在呢，我们要开始了解这边的山里面的生态到底有什么呢？じゃあこれからこの山の方をいろいろ教えてもらいたいんですけれども、はい、今こちらに書かれている、はい、あの内容の説明をお願いします。はい、わ、はい、かりました、はい、ここにいるんですけれども、ここですね、はい、ここより北部には行かないようにしています。それはどうしてですか。はい、実はその、行かないように遮っている生き物というのが、はい、マングース、ね、彼らが、うん、外来、もともと沖縄にいたわけではなくて、うんうん、100年ぐらい前によそから、うん、インドから持ち込まれた生き物です、うん、あー、なるほど。で、なんで沖縄と奄美にいるのかというと、うんうん、はい、それはですね、これです。あ、ヘビ、毒蛇耶、这是毒蛇、毒ヘビ。いや、で、昔ですね、うん、農家の人、作物を育てている農家の人にとっては、この毒ヘビっていうのは、うん、もう危険で、作業がやりにくいわけですよね、うん、で農家の人を守られれば暮らしが良くなれればということを考えた結果、はい、この毒蛇ハブをやっつけてもらいたくて、先ほどのマングースを、マングースってヘビより強いんですか。そうそう、我没想到刚刚那个很可爱的マングース竟然比毒蛇还要强耶。天哪，我不敢想象。でこの人が、連れてきた思惑通り、マングースが毒蛇をやっつけてくれればよかったんですが、はい、この、北の方にはですね、はい、毒蛇よりも美味しい生き物がいっぱいいるじゃないかということで、マングースは毒蛇には見向きもせず、彼らを食べるようになっちゃいました。なるほど。それで、彼らを、が減少していって、その中でもこのヤンバルクイナっていうのは世界で沖縄のこの辺にしかいない鳥になります。なるほど、世界で。そうです。ヤンバルクイナ、はい、世界でここにしかいない。でそれを守らないといけないということで、今はこれ以上の侵入を、遮るために、このフェンスをつけています。ここからここのエリア。なるほど。
これ、うん、ガブってやられるでしょ、うん、ガブってやられるでしょ、うん、ねえねえ怖い怖い怖い大丈夫大丈夫怖い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 ねえ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 無理無理無理ガブってガブって、うん、これレイヤーに、うん、やられるでしょ、うん、そしたらガイドこれ待って怖いいくよねえ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 無理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 こっちにこっちにやれそしてあポイズン、ポイズン。あ、すごい。噴泉章鱼烧。お、できた。もう飲んでも毒が回るとか死ぬとかないんだけど、虫歯があると腫れるらしい。へえ、そうなんだ。では早速、はい森の方歩いてみましょうか。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。では参りましょう。はい。走上来啊！刚刚老师跟我说，你先不要看左右边，然后他就带我到这里，然后他说现在呢往下看，然后走到那个前面的石头之后，看过去那边的风景很漂亮，那我就要来试试了，到底有多漂亮呢？妈的乖乖！哦，すごい，很漂亮。呼吸，这里空气特别好，真的很漂亮哎！哇，所以这个是水库哎，就是我们冲绳人平常使用的水，就是从这里来的。一番大きい？沖縄で一番でかい福知ダムって言います。ね、ダムって言わなかったら海みたいですよね。すごい大きい、超大的。さっき触ってらしてたこちらの枯れてるものをですね、一つ抜いて枯れてるこれを、これシダで、中がですね空洞になっているので、上の方のカッパを切り落とすでしょ、うん、で、下も少し切るでしょ、うん、したらこの外側の、木の芯とさ、中にも紐状の芯がある、うんうん、これをね、枯れてるのなら、中とこの外と中が綺麗に分離するわけ、分離するわけ、うん、で、若いのは無理よ、うんうん、で枯れてるので、引っ張ってこれの長さでしょ、うん、これを抜き切らないで、うん、おこれ何弓いや。すごい。真的可以吗？よ。うん。好可爱哟、哦。こうやって遊びをしたりして、ガイドしてますよ。那就是哦。結構強いでしょ、力。あ、なそうか。やってるところ絵になるね。待って壊さんだよまだ。あ、壊れた。マジ？あ、大丈夫、まだ大丈夫、大丈夫、まだ大丈夫、本当？本当？面白い。好有趣。这次呢来到了 Okinawa 的羊巴路，这个地方呢真的是非常的天然林雾然，所以呢如果你想要接近大自然，平常工作压力比较节奏很快呀、啊、然后想要很彻底的放松的话，羊巴路是非常非常适合你的地方哦。来这边划船啊， barbecue 啊，或者是你也可以烘焙自己的咖啡，真的超棒的。你一定有来过冲绳对不对？但是呢羊巴路是不是没有来过呢？所以呀、啊、下次要来冲绳的话，一定要把羊巴路安排在你的行程里面哦。沖縄に来てね、メンソーレ、バイバイ。冲绳全纪录，赞了！